さすがエゼル、あの一方的な展開からよく勝てたな。どうやったんだ？さっきも言ったけど、主が死んだから、そのおかげで私の能力で強化できたんだよ。ダヨモン、俺が死ぬだけでエゼルが強くなるならいくらでも死んでやるよ。いやいや、命軽すぎでしょ。そうだね、私の中で主の死に価値を見出せなかったら力出せないし、やりすぎ注意だよ。つまり敵の命や赤の他人の命では強くなれないってこと。そうだね、私の中でどうでもいい命は無価値となるから、私他人に興味ないし。それで逆を言えば、主様はすごく大事だったんだね。興味ないそぶりしてこの子は。でもやっぱり主様死んでたんじゃん。従属よりも先に主様死んでたら元も子もないよね。まあそうだよな、結晶の中だったからよかったけど、現実なら俺が死んだ時点で従属全員神がドルエデンに強制帰還だし、俺も蘇生してもデスペナで力出せないしで話にならないよな。でも常駐契約は残るんだよね。とは聞いてるけど。トール、約束だ、俺の言うこと聞いてもらうぞ。主様、少し時間をいただいてもいいですか？ダメだ、約束という契約は先にしてもらう、無下にされたら意味がないからな。トールはそんなことをしません。良くも悪くも素直な子です。約束を無下になんてしません。それは私が保証します。優しいなソルテ。だけどこれは俺も譲れないんだ。鉄は熱いうちに打て。でな、どんな交渉でもタイミングがあるんだ。それを逃せば効力が弱い。今この時、この場所で、今のトールの状態でやることに意味があるんだ。仲間だからいたたまれないのはわかる。でも無慈悲に見えても、悪いことをしたらすぐに注意する。いいことをしたらすぐに褒めてあげる。それはすぐであればあるほどいいんだ。時間が経つとせっかくの効力が弱くなるもんなんだよ。トール、命令だ。契約をしろ。泣きながらでもいい。控え。俺の言うことはどんな内容でも絶対に実行しろ。俺の命令に対価を求めるな。過度な破壊行為は許可した時以外は許さない。呼んだらすぐに来い。犯行は許さない。罰はお前の大好きな力を完全に封じ込める。以上だ。返事は。わかった。わかったよ。もう大丈夫だ。今日はゆっくり休ませてあげて。俺も今日は戻るよ。ちょっと課題を整理したいからさ。わかりました。ではご同行しますね。トールはいいのか？はい、私はただこの子に一人の時間を与えたかっただけなので。そうか、悪いな、胸クソ悪くて、俺も気分のいいものじゃない。でも心を鬼にしてでも成し遂げる必要がある。理解してくれとは言わないよ。本来なら時間をかけて対策したらいい。でもそんな時間がないのも事実。なら一度交渉が破談したら力で理解させるしかない。それはわかってる。信じます、肯定します、私はそう覚悟しましたから。よっすよっす、順調そうだね、感心感心。トールを制したみたいだね。すごいじゃないか。帝国の五大戦力の一柱を下した。普通できることじゃない。ノルンもそのまま俺に同意してくれたら助かるんだけどな。ノンノン、それには何の意味もないさ。だって私にできることはないんだから。言ったでしょ。私は犠牲ありきの願いを叶える神。主様の期待にはどうあがいても応えることはできない。足手まといさ。私が建物から出ないのは力になるどころか戦力的マイナスになるからなんだ。だから私の考えを気にする必要はないよ。もちろん反発なんてする気はない。いつでも膨大なリスクをかける覚悟ができたら私をお使いくださいなっと。そうか、それでなんで耳を甘噛みするんだ。スキンシップですよ、お気になさらず。私にとってこれは忠誠の意を証明する行為。異文化交流と思って黙認してほしいなっとね。やっぱり美味。それでは引き続き攻略、頑張ってくださいね。やっとくやっとく、情報は大事にと。ソルテ、ハンカチ、もしくは布ある、あいつのせいで、相当唾液まみれにされた、違和感すごい。あります、拭きますので耳をこちらに。それじゃあソルテ、次外出るときにまた呼ぶよ。それまでは自由時間でいいかな。はい、わかりました。では自由にさせていただきます。はぁ、破壊弾疲れるのよね、頭痛がすごいわ。へぇ、ソルテの目って普段はやっぱり紫なんだ。はい、破壊弾は瞬時の戦闘でも対応できるようにと常時発動している状態だったのです。治療なら任せて、すぐ楽にしてあげるから。前々から思ってたんだけど、俺ってなんで治療系能力扱えないんだろう。ポテンシャルかな、主様は法則支配だから治療するための知識量が治療関係能力者よりも求められる情報量が多いんだよ。バカにしているわけじゃなくて、主様が能力で治療したいなら、地球現役の石クラスの知識は最低限持ってスタートライン。今の主様の知識量では到底無理かな。つまり俺が偉大生と同じくらいの勉強と頭脳を持ってやっと回復か。無理だな、俺バカだし。じゃあミガドルエデンで獲得してきたら、デンデデンの人たち倒したらその人たちの能力使えるようになるんでしょ。前主言ってたよね。ああ、しかも1日に得られるミカドオーラ量も増えるんだ。だからカナたちが見え行ってる時にミガドルエデンに行ったんだけど、ボコボコにされたからすぐ帰ってきたんだ。一
番弱いレベルの精霊族だって言うから言ったのに。私が部屋でゆっくりしてる時にそんなことあったんだ。でも今回で分かった。俺は完全に回っても戦闘の巻き添えで死ぬ可能性が非常に高い。それでは全然話にならない。現時点で同意者4名、ノルンは中立だけど反対しないと証言も得た。残りはラルだ。おそらくラルのことだ。こっちの問題は絶対に見逃さない。俺の陣営で一番の大穴は俺だ。サポートにも盾にもなれない。戦闘も実力不足、自己防衛もできない。そんな奴が司令塔に立とうとしているんだ。タワーディフェンスゲームだったらキャラは強いのに、肝心のタワーが一撃で壊れる。クソしよう。対策の一つは用意するのが当然だ。もう一度ニカとルエデンに向かう。そして自分を守る術を手に入れる。戦況がどう変わるかわからない戦いで大事な戦力を俺のために使わせるわけにはいかない。ソルテ、1時間後でいい。アリシアの進捗確認。3時間後にロートとトールを集めてくれ。俺は今から能力獲得に動く。俺自身今日特に何もやってないしな。わかりました。すぐに向かわれるのですか？いや、1時間は俺も休む。今度は俺自身の戦いだからな。精神は落ち着けておきたいんだ。ということは当てはあるんだね。なら私はまたニカとルエデンに行ってる間に治療しておくよ。常に万全の状態にしておかないと。俺はこの1時間で聞いておきたいんだ。地球ではどうなっていたのか、ミエルが消えてからどう状況が動いているのか。少なくとも2日、進捗を聞かせてもらうぞ、エテル。いいよ、私は一応ソフィアに言われて専属神と月下様の動向も全部管理してたから詳しい情報を言えるよ。じゃあとりあえず21日のことは知らないから、昨日の22日から23日昼頃までの内容を話すね。今はソフィアが指揮を取って主捜索に全員動いてる感じ。結果は放火の住所に向かうためにイギリスに行ったよ。放火が地球にいるかいないか、いた場合証言を聞いておきたいってことでね。でも距離もあるし、下準備に時間がかかってたから到着したのは今日だったね。私が最後見た時はパン食べ歩きしながら街の確認と交通経路を確認してたかな。さすが海外慣れしてんな。結果多言語喋れるし羨ましいスキルだよな。俺全部メリアに丸投げだったし。ソフィアとカナはメリアが残したオーラ痕跡をたどるために会場から東北秋田県に向かって行ったよ。ソフィアを待たせ。秋田県だったんだ。俺もパンドラが指定した場所に飛ばされただけだったから全然わからなかったわ。それでメリアの痕跡が途絶えた場所でソフィアはいろいろ考えてたみたい。すごく慌ててるような感じだった。ねえ、なんかわかった。メリアの気配どこ行ってるの？パトの痕跡は？絶対ソフィア太ったよね。あーの、今情報が多すぎて考えをまとめてるの。あたし太ってないもん。健康体重になっただけだもん。痩せればいいってわけじゃないんだよ。それで暗くなるくらいまで探索を続けて、深夜に旅館に帰って昼まで二人とも寝てたかな。ソフィアが何を調べて感じてたか話してなかったから内容はわからないかな。まあ、当事者本人だから言えるけど、確かにソフィアにとったらありえないレベルの出来事は起きてるよな。それで結果だけど、誰かに電話して情報を聞き出そうとしてたね。誰かまではわからないのか。ああ、男なのはわかるけど、名前とか私わからないから誰だとか言われるとちょっと無理かも。多分父さんだな。せっか男友達いないし、なんなら女友達も専属神以外いるか怪しいレベルだしな。ってことは父さんを呼んで情報を聞き出そうとしてたのかな。お父さんかどうかわからないけど、特徴は、緑色の髪をした人だったよ。うわぁ、悔しいよー。うわぁーん。ずるいよずるいよ、僕の攻撃効かないなんて、僕すっごく強いのに。うわーん、やーだー。でももう主様と戦いたくないー。僕は刀身なのに、戦いのために生まれた神なのに、あんなのほほんとしてる子に負けたー。でもでも、現時点であれだけクソ雑魚主様でも僕を一体召喚するだけで倒しちゃうなんてワクワクするなー。僕が生涯かけてついていく神に間違いはなかったー。主様万歳、強い最高ー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。